はい、今日はですね、えー、中国が台湾を欲しがる理由について、えー、解説していきます。で、まあ、しょっちゅう台湾問題ってのが出まして、まあ、前回のど3つだ、去年かな、台湾について、まあ、解説した動画があるんですけども、うんと、まあ、もと言えば、まあ、 中華民国っていうのがありました <laughs>、えー。蒋介石が中華民国を作って治めてたんですが、毛沢東がしゃしゃり出てきまして、えー共産、共産主義の毛沢東がここ中国大陸を牛耳ったためにですね、蒋介石は台湾に逃げたというですね、えー、台湾を逃げて中華民国、なんかここを中華民国として、えー、いたとで中、えー。こっちは中華人民共和国ということで毛沢東が統治、えー、したわけでございますが、えー、これが台湾問題の。 発端でご今もまあ一応事実,事実上中華人民共和国と中華民国という国があい,いることになってますが一応皆さん中国の方がまあ 中華人民共和国の方が一応国連加盟国であって、ええ、まあ、なので、まあ一応、便宜上皆さんは中華人民共和国の方と国交を結んでおりまして、え、台湾、まあ中華民国はまあ国交は結んでないんだけど、まあまあまあ、仲良しですよ、みたいな形で、まあちょ、窓口、外交窓口みたいなの開いてる感じです。え、国とは認めておりませんが、認めてないんですけど、 日本も認めてないんですけど、一応、中華民国という国は存在を認めておりませんが、えー、一応、外交窓口は開いています。はい。<laughs> で、そんな感じの環境を続けてるわけでございます。で、まあ、中国は一つの中国だし、一つの中国だってでしょ。で、マスコミってそこしか教えないでしょ。だから、だから、だから、そうするとね、台湾なんかいい、こんなちっちゃいところとこんなでっかいところとさ、13億と、今、台湾って今、人口どれくらいだったかな。 5,000万もいないよね確かね <laughs> そんなにないよね確か人口だから立ち入りできないでしょとじゃ早くもう台湾なんか中国の一部になっちゃった方がここ平和になっていいじゃんっていう何かたまにいるわけですよ <laughs> これ何も分かってないんですよこういう人たちって <laughs> だからただずなんで台湾っていつまでも合情張って二つの中国だって言ってこっちはこっちの 台湾は一個の独,独立国だって言ってんだろうってそのたんびに中国と揉め事起こってもう緊張が高まって日本としても大変迷惑だみたいな話をするわけですけどもそんなねなんかその台湾が台湾でその強情張ってるわけじゃないんですよこん,こんなしょうもないことで強情張ってるわけじゃないんですよ。ものすごいいでかい 理由があるんですよそれをマスコミは報道してないから皆さん分かってないだけの話なんです <laughs>。えっとね、で、なんかちょっとアメリカもここ、防衛の、まあ、あ義務があるっていうことでもし、仮に中国,中国が台湾に対して攻撃をすればアメリカがブワーって出て,て助けるぞっていう、後、は、方、い、支援で助けるぞみたいなことを言ってるわけですよ。まあ、だから日米安保みたいなのがあるわけです、台湾にも一応 <laughs>。でですね。 うん、でそれもあるってか中国もバックに台湾のバックにアメリカがいるからまあお、まあ、う下手なことはできないわけですよ。もともとだって介石の背後にいたのがアメリカですからアメリカのロボットですから介石なんていうのは第2次世界大戦だっけ。であの 日本と戦ったのは介石ですからその日中戦争の時にねでアメリカがバックにいたんですよ介石のバックにアメリカがついてたからそのヨシミ回ってずっとこうバックアメリカはその辺から対戦後からバックアップしてたわけですけどもでまあ,あなんでじゃあアメリカはこんなちっちゃい島をなんで一生懸命守ろうとするのかっていうねここをそこをね説明していきますね。で あのーまあ、簡単に言いますとね、えー、ここが中国がここを欲しがる理由は、こ中国台湾がまあ中国の一部になっちゃうとこっから中国海軍が出やすいからです。<laughs> そしたらそれだけの話です。な、え、ん、ー、でも出れるんです。今だと、今、中国海軍が太平洋に出ようとすると2つのルートしかないんです。あのー、台湾海峡を 下下ってこう台湾の下をこう行くか、えー、食べたべ問題になりますけど沖縄本島と宮古島の隙間を通るしかないんですよ。でよくここあの中国海軍が大挙でここ通ると、あのー、沖縄に中国軍海軍が えー、沖縄と宮古島の間を通り抜けて太平洋に出ましたって言ってちょっとニュースになるでしょ。で、自衛隊は何やってんだってでなんで黙ってボケて見てんだみたいなになってるんだけど、あのー、これ普通、今あんな別に怒る必要はないんですだってそこしか通る道じゃないんだから。<laughs> だって、ここ通ってもなんで別に、だって別に領海通ってるわけじゃないから、領海、日本に200回ら通ってるけど、 あの二カ海里って排他的経済水域って通り過ぎる分には何も文句言えないんですよ、ただ、島通過するだけだから、そこでここで魚取ったりすると、これはふざけんな、この野郎ってなるわけですけど、魚取ったりとか、ちょっと海洋調査だって言って、ここでなんかボウリングやったりとか、浚渫船とか海底触ったりすると、お前、日本の海域でね、排他的経済水域で何や何やって何じゃってんだって,って、ね、めこの野郎って,って、海上保安庁がばーって行くわけですけど。 通る分にはだめ問題ないんですよ別にこんなもん別に <laughs> あの通過する分に関してはだって200回では <laughs> 了解は取っちゃいけません了解はったら緊張がしますけど了解はだめです了解はほぼ2億無空間で了解に入っちゃいけませんよだからここ通る分には別に問題はないんですで逆に言えば逆に言えば自衛隊からしてみれば今現状では中国海軍が通る太陽出るにはここしか通る道がないから守りやすいのよ <laughs> 逆に言えば、ここにだって、いればいいんだから、ここで監視すればいいんだから、必ずすぐ見つかるでしょ、あれ。大軍が通ってきました、だって。あ、中国軍だって、堂々と取ってるように見えて、実はすっごいあれです気まずい感じで取ってんです、あれ。だって、あれは。なんか悔しい、苦虫、カみ潰してここ取ってんだ、だって。だって。 でま、たバレちゃってるんだからででででででそれでまた自衛隊の艦,艦船がつかず離れずで監視しながらこう,こう通っていくわけだから本当はこんなとこ通てたかないんだよな中国海兵軍としてはあで。自衛隊すぐ見つかるし。<laughs> もうだから 海軍だって緊張状態なんてことは、自衛艦がおーって、あの自衛隊の艦船がね、駆あのあの護衛艦がおーって近づいてくるんだから。で、ずーっと監視してんだよ、ここでヘリコプターを出して、こうバーって。うん。だここしか通る道がないから、通る道はここしかねって分かってるから、自衛隊はここで待ち受けてれば、うん。なんか、来たらここで待ち受けて、監視しやすいわけ。ところが、台湾が中国の手に落ちちゃうと、もう、 自衛隊を分かんないのよそれ <laughs> どこ取る、どこ取ってもいいんだからだってこっから地域見切れて見合わせ見にくいんですけども、まあ、こっからだってこっからここにあただってこ,ここに中国海軍の基地が絶対できたと出しますよハワイ、グアム、グアムサイパンハワイに行くときはここ,こっから出現したらどこ取っても構わないんだよだってこう行こうがこう行こうがこう回ろうが沖縄 南西諸島を舐めるようにこう行こうが自衛隊は分からないのよ15階かどこ通るかなんてのはうんだから今のうちだから今の状態が一番や自衛隊じゃ楽なのよここ待ち構えることここしか通り道がないんだから待ち構えることができるわけだからここでうん逆にだから別に怒る必要もないんだよ別に日常差感じのことだから今だから今の方が逆にいいのよ 今の現状の方がだから、ここ宮沖縄本島宮古島を通れたらえない状況の方がまた別に都合がいいわけ余計にだって余計に船を走らせる必要ないんだから、ここで待ってればいいわけだから,、ねうんだからあのー、だから今、中国としてはこれが一応嫌だから、ここをよこせって言ってるわけですよ、よこせって言って、よこしたらここから高尾に。 海軍基地を作って、ここから多分もう出ようとったら、自衛隊は完治できないから、あのー、日本の自衛隊は。どこ行こうかってで。アメリカも探知できないから、こんなんだこんこなとこどこがだ,だって、横須賀海軍って、だって横あアメリカ海軍の基地ってここしかないんだから、横須賀しかないんだから、こっからで、ね、こっから出たんら、だってここバーって行くしかないんで、こっから見、幹地に行かざるいけないから、もう。 アメリカ、在日米軍も非常に迷惑なわけですよ。<laughs> な沖縄にもいるんだけど、沖縄言うのは海兵隊だからな、あれ言っとくけど、<laughs> 沖縄言うのは海兵隊なので、あれ別にでかい軍艦とか持ってないんですよ、こうう海兵隊は。確かに。<laughs> ここしかもないんだよ。だ第7艦隊の基地、ここしかないんだから、だって。うん だか,ら台湾だから中国海軍、ここからこう、多分台湾が中国の手に落ちたとしてたえ <laughs> ここにここ中国海軍の基地があって、で空母だなんだっていうのをこう、こう、大軍がこう、わーって移動すると、大連艦隊もここまで行行かなくて、小川沢諸島の下まで行って、監視しなきゃなんないから。 クソ迷惑もだから、クソ迷惑もは々はし,ははしいので、今だと大沖縄の海兵隊のところの目と鼻の先を通るはめなので、だから言っとくけど、中国海軍もかなりビビりながらこう取ってるの、あたかも堂々と取ってるのに見えますけど、かなりビビりながら取ってるはずです、ここ、う。ん だって、ここにアメリカの、だって、在日、在日沖縄の、だって、海兵隊がいるんだから、ここだって。ちょっとでも不穏なことしたらすぐ来るからな、海兵隊が、ブワーって。自衛隊も来るから、海兵隊も来るからから、ここ、ちょっとでもなんか、なんか不穏なこと、不穏なことした場合、誤解の与えるようなことした場合は、だから、ここ,ここを通るだけで、絶対調子に、調子にしないでしょ、あいつは絶対。ただ通るだけでしょ、バーって。あの、かの、数こそ多い、多いけれども。 別になんかあのー、挑発行為やったりとかレー,レーザーなんかでやったりとかしないでしょ。ここら辺で結構挑発行為やってますけど、ここは結構やってますけど、ここはだって、あれだって言ってたからだって。<laughs> うん、まあまあそんな感じですね。だから、その、今は今の逆に今の方が都合が、守る側としては都合がいいな、これは。今の、今の状態だと。うん。そうなんです。うん。うん、そういうことになっております。 うんだ、だってここ通るって、だってここ通るか、あとここを通るしか、津軽海峡を通るしかないんだ。津軽海峡、今度、大湊に海軍の、あ、大湊に自衛隊の海上自衛隊の大湊基地行ったら、ここ、下北半島の付け根にあるんだよ。<laughs> 沖縄、あの海上自衛隊の基地があるんだよ。つ,つ常に警備監視してるんだ、ね、よ、ここだって。 かなりピリ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 してんだよ、こでピリピリしながら通ってでここ通るんじゃって、ここに出して。<laughs> たまーにロシアの、ロシア軍がこう、なんか通ったりするけど、うん。あれ、多分あれだよねあの、通ったら自衛隊ってどのぐらいのスピードであの感染向けてくるかっていうのを時間は、時間測ってんだろうね、疲れ海峡通るときにこう。 どっから捕捉されて、どっかのレーダー捕捉して、どっから自衛隊に関する、どこの下北半島の近づけば、どこを自衛隊のこう護衛艦がこうファーって動いてくるかっていうのを見てんだろうなと思ってんだよ、これ多、多分おそらく。たぶそれで取ってんだと思うんだよ、たまに。データ測ってんだよ、これ。出方を。多分ねうんまあ、それはだって、まあ自衛隊もそんなこと織り込み済みだから、別に。 目、えー、くじラ立てることでもないですただクジじラ立てなきゃいけないとするならばロシアの艦隊がこの領海にもちょこっとでも入った,入った瞬間はクジじラ立てないといけませんこれは <laughs> これ戦闘行為ですからこれ,これは侵略ですから領海に入ったら侵略あこっちもそうですけどあの今沖縄本島の宮古島の隙間を通ってますからこれどっちか沖縄中国海軍の艦隊がどっちか えっと沖縄本島か宮古島の領海かぶった場合は、これは緊張が走りますよ。これは NSC 立ち上げるものですよ。侵略行為ですから、これ。な何の意図もなく、こう何の前触れもなく、領海がわーっと入ってったら、入ってきたら、これは戦闘状態の一本手前になりますから、うん、そこだけは注意して見守っていこうと思っております。だから台湾はだから、だからアメリカも、だから、 なぜ守るかっていうと、台湾がある、アメリカ人はこ台湾って壁なんだわ。防,防御匹なんだわ、これん <laughs> だから、死に物狂いで守るんですよ、アメリカも。予算かけて。 第7艦隊って大王さんかけても、第1は守るぞって言って、まあ言ってんの、だから。<laughs> だから、グアム・サイパンに来られたくないから、今だと、だから今はアメリカ海軍もこ、中国海軍ってこことここしか通り道ないから、あのアメリカ海軍も守りやすいの、ね、よ、ここは。だって、通り道は決まってんだから、だって、こことここのルートしかないって分かってるから、ここにだって艦隊白人白を常時置いておいて、監視しておけばいいわけだから。うん。 で、ここ通ったよって言ったら、ハワイの、ここ、ここ,こ、もし、こっちかこっちを、な、まあ、艦隊が、中国海軍の艦隊が通ったよって言ったら、グアムサイパンの方に連絡すればいいわけですから。そっちね、今、海軍が、あの、台湾海峡を越えたぞって、通過してったから多分太平洋出るぞって言って、えー、一応警戒しとけよ、みたいなことは言えるわけですよ。<laughs> だからそれがなくなるともうこう台湾が落ちちゃうと高尾から出たらもうアメリカ海軍たちも追いにくいっていうか意図がわからないんですよ。だからこっからパーって出たところでどこに行くか南シナ海に行くのか太平洋に行くのかもわからないわけですよ。ど,どっちに行こうってしてるのかわからないから意図がわからないから。 何とも言えないからやっぱりそれだけ人員を割かなきゃなんないわけですよ監視体制を引くのにだから今のところだとここを通ったらここを取ったら多分南,南シナ海から多分太平洋出るか分かんないけどここを通るんだったらもう完全に太平洋,しか太平洋を通るしか目的がないから <laughs>、えー、割と連絡をしやすいわけです、うん、だからそのアメリカの意図としては台湾というのはもう防御壁 もう役目を果たしているので、えー、必ずしも守らなきゃならない。台湾が落ちたら、もうアメリカ海軍も、お中国海軍の動きを追うのがかなり難しくなってくるから、えー、一生懸命守ってるということでございます。<laughs> まあ一応、ここは民主主義、資本主義の、まあ、あれですか、陣営の最前線ですから、まあ、それもあるんですけども。うん、だから アメリカが台湾を見,見,見,見捨てるってことはないです。アメリカが台湾を見捨てるってことはグアムサイパン全部見捨てるってことになりますから。すなわち。それすなわち。絶対ないと思います。はい。以上です。はい